東京でずっと月7万で生活してたんですよ。え、全部含めて？全部含めて。特に僕の場合、お金稼いでもあんま使わないじゃないですか、はい、虚無なんですよ、うん、昨日の夜だと俺野菜炒めて、はい、ご飯レンジでチンして食ってるんですよ、はい、すげえなー、もうおいおいおい 25? それ、はい、俺50ですけど、はい、本当ちょっと前ぐらいに気づいたことですよ。どうもしゅんです、こんにちは。今回は芸人のひろしさんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。今回はひろしさんにキャリアというテーマでいろいろお伺いしたいなと思っております。はい、言ってきますけど、はい、昨日聞いたこと言えませんからね実体験をもとにちょっとお話いただけたらなと思っております。ひろしさんの深夜25のインタビュー動画であったりとか記事を拝見させていただいて、お金だけじゃないんだなっていう価値観をお話ししてたと思うんですけど、ひろしさんは売れていく中で価値観とかって変わっていきましたか？いやー、すごく多分変わったと思いますね。僕もずっとお笑い芸人になりたかったけど、やっぱり不安定じゃないですか、はい、当然お金入ってこない。一番最初やっぱりお笑い芸人になりたかったけど、はい、安定しないからちょっと怖いなっていうことで、はい、僕は大学まで一応行ってるんですよ、うんうん、だってそんなに小さいというかお笑い芸人になりたかったら、はい、中学卒業ぐらいでもう東京出ればいいじゃないですか。でもその勇気がなかった。それはイコール安定しないレールを踏み外す怖さだったから、それがずる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 大学まで行ったということだから、はい、やっぱ最初は僕も収入が不安定という世界に行くのをためらってたんだと思いますね。じゃあそれまではアルバイトとかも結構されてたんですか？もちろんもちろん。もうお笑いの収入10年間でほとんどないですから。そこから一気にドカーンって収入も入るようになったっていう感じですか？そうですね。最高の時が月4000万とかですよね、うんうんうん、その時の感覚とかってやっぱ変わるもんなんですか？その前がもう全然お金なかったんですよ。東京でずっと月7万で生活してたんですよ。え、全部含めて？全部含めて。携帯代から家賃から食費から。バイト行けばいいじゃないですか、暇なんだから、はい、でもバイト行きたくないんですよ。なんとなく生きていけるギリギリで、それが7万だったんですよ。僕多分あんまりお金必要としない人なんだろうなって思ってて、自分で、はい、売れてすごくお金が入ってくるじゃないですか、はい、その時も最初はそれこそその家賃すごくバーンって上げたりとか、はい、あと外車に乗るとか夢だったから、はい、そういうのを全部叶えたらあんまり使うことってないんですよね。だから食事も別に売れてたら仕事行くたびに飯が出るんで、弁当とかね。僕タバコ吸うんですけど、タバコもファンの方からバン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 送ってくるから、タバコも俺5、6年買ったことなかったですね、自分で。すごいですね。売れてたらすごいいろんなところが優遇してくれるんですよね。売れる前ってだからその2万円のところですから、うん、風呂もないわけですよ、はい、ずっとそういう生活してって、やっぱりお金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 と思ってたんですよ。でも僕の場合は多分普通のサラリーマンの方が稼ぐぐらいもらってたらそれでこと足りる人なんですよ、うん、それがもうバンっていっちゃったから、俺こんなに必要ねえじゃねえかって思ったっていうのはそういう感じなのかな。いや、それってやっぱり稼いでみないと分かんないんですか？僕の場合はそうでしたよね、うん、だからその普通に生活できてちょっとした趣味とかできるぐらい稼いでる人でお金が欲しいっていう人って何使うんだろうっていう。お金がなかったら遊べないじゃないですかっておっしゃったじゃないですか、はい、それって遊び方なんですよね多分ね。何して遊んでたんですか？紐で友達を縛って脱出ゲームみたいな。めちゃめちゃ小学生の時にやるみたいなそうそういや遊び方がもうそういうことばっかりやってたんでお金使わなかったですね。六本木で飲むとか、はい、そういう遊び方をするんだったら確かにお金いるのかもしれないですよね。そういう遊びにハマったことはないんですか？ないですね。一回売れてから、うん、六本木で女の人いっぱい集めて飲んだりするでしょ、はい、そういうのはやりたいなと思ってたんですけど思ってたんです、ね、やり方わかんないから、はい、キャバクラ行くわけですよ、はい、その時僕もうマックスで売れてたからチヤホヤされるだろうなと思って行ったんですけど、はい、全然チヤホヤされないんですね。それでもう僕はこういう遊びは向いてないんだと思ってもう行かなくなりましたね。それはなんでなんですかね。もう向き不向きみたいな感じなんですかね。うん、でしょうね。性格ですよね。お金を使う遊びが好きな人は、うん、やっぱり圧倒的に お金を稼がないといけないと思うんですよ、うん、僕は。たまたま僕は違っただけで、うん、お金を選ぶ、うん、やりがいを選ぶどっちがいいかとかって、うん、その人次第ですよね。ひろしさんの場合はやりがいっていう。結局やっぱりやりがいの人だったんですね、うん、でもお金を目指してお金を掴むというやりがいもあるわけじゃないですか、うん、はい、一概には言えない
ないんですけど、やっぱり突き抜けるって何事も大事だなっていうのはちょっと思いますよね、うんうん、突き抜けた結果どっちも得られるって感じなんですね。最近の若い人、大学生のこととかあんま知らなかったんですけども、こうやってタレントを呼んで、小学校の時見てたタレントって、はい、僕で言ったらビートたけしさんなんですよ。あ、それを呼ぶ会社を経営してるっていうかね、俺から言わせると突き抜けてるんですよ。やっぱ突き抜けた方が楽しいですよね。そうですね、ね、最終的に何が大事かっていうのが分かるっていう点で、うんうんうん、もっと突き抜けたいなと思ってます。よくあるあるの就活生の悩みでもあるんですけど、自分の得意なこととか才能が分からないっていう悩みがよくあるんですけど、ひろしさんはその中でも福岡ではそこまで勝ちきれないとか、東京だったら諦めつくみたいな形で自分の中ポジションであったりとか才能を見つけてきたと思うんですけど、どのようにして自分はどこで勝てそうみたいなのを見つけてたんですか？いや、若い時ってなんか理由のない自信がある時期あるじゃないですか、はい、23、24、うんうん、25ぐらいの時って、はい、あれだけで多分やって始めたんだと思う。あと好きっていう、なんとなくできるだろうなっていう根拠のない自信は、いやー、まあ売れることはないだろうなって思ってましたよ。めっちゃネガティブじゃないですか。本当に宝くじを買う感覚ですよ。多分今ってお笑い始めようとしても何でもそうだと思うんですけど、すごく恵まれてると思うんですよ、今の若い人たちって、うんうん、情報がもういっぱいあるじゃないですか、はい、どんな田舎住んでても、どこの国行ってても、うん、ネットさえつながってれば誰々のネタとか、うん、全部見れるわけじゃないですか、はい、面白いネタやるなと思って見てて、若い人が、うん、何年目って聞いたら1年目ですとか言うんですよ。もうネタの作り方知ってるんですよ、情報が溢れてるから。バンドやるにしても、僕の時代ってそもそも楽器が買えないんですよ。今って中古でいっぱいあるし、はい、始めようと思ったら1000円とかでもギター売ってるじゃないですか、はい、僕の時なかったんですよ。ハードルが高くて、実力つけるにもいろいろ情報の格差がすごい、情報がもうとにかく入ってこない。その中でどうやって見つけていったんですか、ひろしさんの芸風であったりとか勝ち筋みたいなところは。とにかく東京に出るしかないんだなやっぱりって思って、東京来たら身近でお笑いライブとかいっぱいやってますし、はい、そこ出れるというのを知ったりとか、 DVD 屋さんに行ったらもうお笑いって書いてコーナーがバーってあるわけじゃないですか、うんうん、もうそれだけでも全然違うわけですよね、はい、そういうのを見てちょっとずつこう覚えていったっていう感じかな、うん、他の人と何が違ったと思いますか？本当はそのピン芸人とかには憧れてなくて、漫才師っていう形に憧れてたんですよ、そもそもが、はい、コンビの時ってお客さんにキレるキレゲーみたいなことやってたんですよ。真逆なんですよだからこのなんでキレゲーをやってかって言ったら、はい、舞台に立つの怖いから、うん、まず大きな声を出すんですよ。自分をこう鼓舞するみたいなやり方をしてたんですけど、本当の自分はヒロシですなんですよ。だから本当の自分を出したからかな。だから漫才師の時は自分がこの形で売れたい、自分が面白いと思うことを追求するっていうことだったんですけど、それを結局認められてないから売れてないわけで、はい、売れそうなことをやろうと思って、うん、それを集約させたのがヒロシですですね。ブームが去った後でもう一回当てるとかってなかなか難しいじゃないですか。まあ無理だと思ったねただ僕はやっぱりテレビ自分に合わないなと思ったから出ないって決めて、うん、僕はネタさえ面白かったら芸人なんだから生きていけるだろうと、うんはい、生きていけるしそれなりに認められるだろうと僕は思ってたんですけど、うんうん、やっぱりテレビ出てないとダメなんだなっていうのに気づいて、でまた再びちょっと何でもやるみたいなのになって、はいうん、でもやっぱ何でもやろうと思ったら、はい、やっぱり向いてないってなって、うん、また出なくなってみたいなことだったんで、その時は一応もう一回見返してやろうというのはすごくありましたよね。あの手この手いろいろやってましたよね、うん、ネタをいっぱい作るとか、うんうん、ネットのテレビとか、はいまあ、ちょこっとこう出始めてた時だったんで、うんうん、そういうのもやってみたんですよ。誰も見に来なくて、3人ぐらいしか来なくて。認知と人気って違うってことですね。違う、そう。認知は取れてたけど、人気がちょっとずつ減ってた。もしくは最初からなかったみたいな感じなんですかね。おいおい、言うな。僕はやり方が下手なだけだっただけで、はい、自分で言うのもなんですよ、はい。意外と人気あるんですよ、コアな層からは、はい。YouTube ってもうまさにそうじゃないですか。はい、人気があるか。しかないですよね。人気しかないじゃないですか。はい、狙ったことじゃないですけど、僕も YouTube やって、はい、キャンプ動画をやってて、はい、それが当たったんですよ。YouTube だって広がりましたもん。今度おじさまからも支持を得るようになって、はいはい、同世代よりちょっと上ぐらいの同性異性にぶっ刺さってるっていう感じです、ね、そうですね。それがあるから広げもられる、ね、そう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 。ひろしさんの今の話をまとめると、なんとなく思ってる感覚みたいなところを大事にして、うん、怖いけど踏み出すみたいなところが大事ってことなんですかね。やりたいっていう思うことがあったら、はい、僕はやった方がいいと思う。
若い人って何に興味あるんですか？今はそれこそ会社を大きくするとか仲間を集めるとかに、それ以外に興味ないです。僕の時代との若者やっぱ違うよ。違いますよね。芸人の人でも車買わないんですよね、売れてもね。純粋にお笑いが好きなんだろうね。僕ももうたまらなくお笑い好きだったんですけど、はい、やっぱりその先にテレビ出たらかっこいいし、モテるし、はい、って思ってたんですけど、それがないんですよ。でもなんかその一般的なモテるとかいい車持つっていうので幸せそうな人はあんまり見たことがないんですよね。すげえなー、もうおいおいおい 25? それ、はい、俺50ですけど、本当ちょっと前ぐらいに気づいたことですよ。特に僕の場合、お金稼いでもあんま使わないじゃないですか、はい、虚無なんですよ、うん、昨日の夜だって俺野菜炒めて、はい、ご飯レンジでチンして食ってるんですよ。別にそんな金稼がなくてよくないじゃない。確かに。で一人ですよ、猫飼いましたけど、はい、いろんな葛藤とかいろんな無理とかしてきたわけですよ、これでも、はい、それって必要なかったなっていうね。あ、そうなんですね。ふうに思ったりすることもありますね。やりたいこととか好きなことがあって自分がどれぐらいのお金稼いだら幸せかっていうのが早めに分かっていると、いやすごい、意外と自分の人生にとって一番大事なところに時間が割けるっていうことなんですね。いや確かにそう、いやなんか教わった感じはするっていうか僕の時代の話をしますよ、はい、絶対スーツなんですよ。あ、でももうパーカーじゃないですか。これがもうホリエモンイズムなんですよね。あ、確かに。でもそういうのでいいんだと、あ、確かに。 YouTube とかで見てるから、スーツ着てねえなてめえっていう、ネクタイしてねえなてめえっていう、怒る人とは仕事の話も合わないと思うしね、はい、これでいいんですけど、はい、僕の時代はうーんと思いながらもそっちに合わせてるっていう時代だったから、本当ね羨ましいですそう考えると一般的な大手企業に入るとかだけがルートじゃないっていう、ね、それって散々言われてるじゃないですか、はい、実際そうじゃないですか、うん、もういつ潰れるか分かんないとか、はい、下手したらね自分でコントロールできないですもんね。そうですね、外的要因というか、そう、それ怖いよねって僕は思いますけどね。うん、逆に例えば大企業とか入ったとして、いわゆる一流企業で給料もいいっていうところで、うん、自分がいくら正しいことを訴えてても上司がから嫌われたら終わりですからね。そうですよね、極端に言ったら。一見安定だけど本当は安定じゃないみたいなところが分かってないとか知らない人も多いなと思ってますね。の方が圧倒的よね。若い人でもそれに気づいてない人ってやっぱりいるよね。世間的なそのお金とかあのネームバリューとかに引っ張られるっていうのがほとんどだと思うんですけど、それはでも勇気がないとかはめちゃくちゃあると思ってて、うん、それは何で踏み出せたんですか、広瀬さんは。僕の場合は大企業にも入れないし、うん、大学の時にその就職活動ちょろっとしたって言ったじゃないですか、はい、もう資料請求っていうのをするんですよ、まず自分が入りたいと思って、うんうん、送り返してこないんですよ、まあ、僕が行った大学は。なんだろうな、いらないってことだったんじゃないですかね、うん、じゃあ消去法的に踏み出したってことですね。そう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 。今の収入源複数あると思うんですけど、メインは どこになるんですか？テレビ、雑誌の取材とか連載とか、はい、YouTube こうやって呼ばれたりとかする場合、はい、あと自分の YouTube チャンネル、はい、キャンプのブランドをやってて、うんうん、それの収益、はい、いろんな仕事ですね、うん、芸人って言っても求められる種類が増えましたよね、うん、ただ広志ですって芸人やってる時よりも何年か前ぐらいから理想的な自分になったなって思ってるんですけど、それはそれででも虚無感があるんですよ。ああ、そうなんですね。何を求めてるのかねっていう、自分自身分かってないよね。ああ、お金ではなかったんだなっていうのも思うし、うん、名声でもなかったんだなとも思うし、うん、50超えて急にそのなんかいろんなことを考えるようになって、うん、俺は何のために生きてきたんだろうとか、うん、もう自己分析ですね、生活の。そうだから、その40ぐらいから逆算し始めたんですよ、うん、それまでにやりたいこと全部やって死にたいから、はい、そうした時に俺はもうお笑い好きでやったし、はい、一応売れたし、はい、仕事も今あるし、はい、収入もあってできるようになった、はい、うん、何がしたいのって言った時に、はい、若い時の自分では考えられない保護団体の活動とかしてる人いるじゃないですか、はい、ああいう人の YouTube をバンバン見てるんですよ今。もうじゃあ社会貢献に目が向くような、なんかそういう、俺は絶対ならないと思ってたんですよ、はい、自分でちょっとだけそういう気持ちが芽生えてきてる自分がいるんですね。ちょっと前から、はい、自分に関わった人は幸せになってほしいと思ったことがあって、はい、そのためにはやっぱ自分がしっかりしてないと、仕事もしてないとダメだし、うん、っていうことを考え始めて10年ぐらいやってて、で次ですよね、うん、これもなんか一区切り終えたみたいな感じになってるんです自分では。ちょっと待って、知ってる、うん、ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。
概要欄からチェック。